機関銃、機関銃、機関銃は弾薬を自動的に装填しながら連続発射する銃である。略称は機銃、英語とドイツ語では MG。競技にはフルサイズの小銃弾を断続的に発射することで戦場を広範囲に制圧できるものを指し、本校ではこれを解説する。講義には拳銃弾を使用する短機関銃。 拳銃弾とフルサイズ小銃弾の中間にあたる弾丸を使用するアサルトライフル、全自動射撃に向かないながらも一応は、それが可能な自動小銃、バトルライフなどが含まれるが、乱暴な括りであり、ほとんど用いられない。英語でこのニュアンスを指す場合は、マシンガンではなくフリーオートマティックファイロームが該当する。いてと装填手の二人で操作するものや、いて一人で扱えるものがある。 弾薬の供給は多数を帯状にしたベルトリンク方式で行われるものが多いが数十発ほどを銃に装着するマガジン方式もある。講義の機関銃には銃機関銃、汎用機関銃、軽機関銃、分体支援火器、短機関銃、アサルトライフルなど全自動射撃が可能な銃器がすべて含まれる。しかし競技では射程の足りない短機関銃や 持続的な制圧射撃に向いていないアサルトライフルは従来の機関銃として運用ができないので含まず銃機関銃、軽機関銃、汎用機関銃、分体支援火器のみとされ短機関銃とアサルトライフルを機関銃に含めるか否かについては揺らぎがある。アサルトライフルだけを含めて小銃弾、またはそれ以上の威力の弾丸を連続して発射する銃器であるという定義もあり得る。 機関銃ではなく、マシンガンという故障を用いる場合は、戦術の通り競技の機関銃としての意味しか持たないことに注意。また、基本的には、口径が 20mm 未満のものを機関銃と言い,い、20mm 以上のものを機関砲という。ただし、この分類は国や時代により異なり、日本陸軍では明治40年6月までは全て、 機関砲といい、明治40年6月以降は、従来の機関砲のうち1 1トル以下のものは、機関銃と解消。昭和11年1月以降は、この区分を廃止して、銃火砲火は、正式制定ことに決定。日本海軍では4 0ト、mm、ル以上を砲ドイツ軍では3 0ト、mm、ル以上を砲と定義していた。21世紀初頭の日本や米国では2 0ト、mm、ル。 未満のものを指す。蒸気の重機関銃、汎用機関銃、軽機関銃、分体支援下記という機関銃の狭い定義での連射可能な重機類の分類を示す。定義と同様に、この分類にも揺らぎがあり、分体支援下記は汎用機関銃や軽機関銃との差異が、それほど明確ではない。曖昧ながら汎用機関銃に、ほぼ同義だと思われる。 中期間銃というものも損する。機関銃は、引き金を引くだけで、装填撃発廃イ,イアのサイクルの繰り返しが連続して行われ、多くの機関銃では、ボルト、遊定の往復運動によってこれが実現されている。二脚、バイポットを用いて移動しながら、射撃を行う、軽機関銃などは直接照準、照星と照門、あるいは照準機を用いて、 標的を目視しながら射撃するで射撃し、銃火を用いる銃機関銃などは直接照準の他に、銃身の行角を指定して遠距離にある一定区画を操作する間接照準射撃が可能となる。一人の伊手が多数の敵兵士を殺傷し得るかきである。運用は基本的に二人以上で行い、伊手が発砲し、弾薬種はベルトリンク。 団体の保持などを行う形態が多い。不評部隊にとって一般的な支援下記である。連射し続けると重心が加熱し、内部のライフリングが容易に摩耗してしまうため、重心が素早く交換できるものが多い。200から500発程度の連射で交換するのが目安とされている。機関銃の登場、そして機関銃を中核とした防御陣地による、 残号戦の普及によって、それまでの銃剣突撃による正面突破を主体とした不評戦術は無効となり、機関銃陣地の間撃に潜入してから突破することを主体とした浸透戦術へと変わっていった。不評が機関銃を扱う場合は、一般的に数名程度の小判によって行われる。班長、指揮官、観測員、射撃手、 球弾種の四名によって使用されていた時期があったが、21世紀の現在では二名程度での運用が多い。ブローバック方式は反動を利用した作動方式で重心とボルトをロックする機構を持たないものを指す。各種のリコイル方式はブローバック方式から派生した反動を利用する作動方式だが、重心とボルトをロックする機構とその解除機構を有する点が異なっている。 機関銃はリコイル方式の考案によって実用化されたといっても過言ではなく第一次世界大戦までに各国で使用された機関銃の多くはリコイル方式のものだった実用化されたガスト式機関砲にはリコイル方式が使用されている競技の機関銃には含まれないが多くの半自動式リボルバーもリコイル方式を採用している重心から 発射ガスの一部をガスポートを通して取り出してガスシリンダーに導きガスピストンを動かすことによって重心とボルトのロックを解く方式で現代の機関銃で主に使用されている方式である。リコイル方式より優れた点が多いが火薬の燃焼ガスを利用するため腐食が生じやすく火器の寿命が短くなる欠点があったが弾薬が改良された20世紀後半以降は 機関銃や自動小銃に広く採用されるようになった。チェーンガンは、射撃時に発生するガスや反動を利用せず、チェーンを介して接続している、外部動力でボルトを前後させ、球弾、発砲、排射ヤのサイクルを繰り返し連射する、機関銃。不発弾が強制排出されるため、弾詰まりによる連続射撃不能になる可能性が少ない。ガドリング法は、銃軸の周囲に、 多数の重心を配置し、外部動力でこれを回転させ、連続的に装填、発射、肺、鞘を行う構造を持つガス圧作動方式による自力駆動式も存在する。この方式の最大の利点は、不発実砲が混入していても、動力で強制排除し、発砲を持続できることである。また、重心一歩のあたりの発射速度は低くて済むために、 火薬の燃焼と摩擦によって発生する熱重心が加熱しにくく、これによる部品の歪みも発生しにくいという特徴もある。ただし、必然的に使用パーツ数が単重心タイプのものより多くなり重量型を招く要因となっている。14世紀以降、銃の速射性の向上のため様々な人物により試行錯誤が重ねられてきた。レオナルド・ダ・ヴィンチも 機関銃のアアイデアを書き残している。16世紀に義士、博学者でペルシア生まれのインド人であるファトフラー、シラジが方針が17本ある黒色火薬を詰めたハンドキャノン手銃を発明している。イギリスではパルマーという人物が王立協会宛ての論文で弾丸の発射の反動と漏れるガス圧を利用しての自動射撃の可能性について述べている。 詳しい資料が残っている。最初のものは、ロンドンの法律家、ジェームズ・パックルが発明した、パックルガンで、1718年5月15日、ディフェンスという名前で特許を取得。時代を先取りした、合計 25.4mm のフリントロック式、リボルバーカノンで、薬室の構造など、具体的な説明がされている。1722年に行われた、 公開実写試験では7分間に63発を発射している。しかしながら、キリスト教徒には丸い弾丸、トルコ人に教徒には四角い弾丸を使用するなど、現実性に乏しい部分も見られ、実際に製造されることはなかった。19世紀中頃までに、数多くの連発火器や、半自動火器が登場する。ボレーガン、ミトライユーズなどや、ダブルバレルの拳銃は、 銃の部品を何銃にもすることに頼っていた。ペッパーボックスピストルは撃鉄を一つにしたが、銃身は複数必要であった。リボルバーはあらかじめ断層に弾を込めさえすれば一つの銃身で連発が可能であるが、パックルガンと同じく依然として、半自動であった。1834年、デンマークの発明家 NJ ・レープニッツが、空気圧機関銃を発明する。 1>, 1分間に80発の連射が可能であったが、2メートルの弾み車を2つ必要とするなど、非常に大掛かりな装置であったため、実用化されることはなかった。1854年、イギリスのヘンリー・ベッセマー協が蒸気を利用した自動誤送銃の特許を取得。完全な自動装填装置を備えていたが、後に画期的な成功法、天炉を発明したことにより、 そちらに関心を向けるようになってしまった。この頃までは、欧州社会を中心に、機関銃が開発されていたが、騎士道精神がまだ残っていた、西洋社会の中で、白人同士の戦争に、それらの使用が忌避され、主に植民地の住民に対して使用された。白人同士で最初に、大々的に使用されたのは、こういった倫理的制約の薄かった、新興国であるアメリカ合衆国の、 南北戦争からであった。機関銃の持つ軍事合理性が、騎士道精神より優先された。1861年の南北戦争の最中、セールスマンの JD ・ミルズが、リンカーン大統領の前で、ユニオンリピーティングガンと呼ぶ銃の実演を行った。この銃は、単一の重心で自動連射が可能な手回し式機関銃で、1分間に、 最高で120発の連射が可能であった。リンカーンは、コーヒーミルガンと呼び、ミルズの熱心な説得もあって、周囲の反対を押して1兆1300ドルという高値で、ミルズの持っていた10兆全てを買い取った。機関銃が販売された初めての記録である。この機関銃の開発者、期限は、はっきりしたことは分かっていない。1860年から1861年に、 ウィルソン・エイジャーによって製造されたものであるとされるが、1855年には原型が製造されていた可能性がある。エイジャーと共に、ウィリアムズ・パーマー、エドワード・ヌージェントの名前があり、銃の特許権をめぐって裁判沙汰になっていて、アメリカではこの銃の特許の記録は残っていない。イギリスでは、エイジャーが特許を取っており、エイジャー版として知られていた。この銃は、 アメリカ軍の将校により少数購入され、橋などの防衛用として投入された。初めて機関銃が戦争で使われた記録であるが、信頼性、安全性に欠けていたため評判はすこぶる悪く、1865年までにはすべて軍から払い下げられた。1862年11月から1863年5月の間、 アメリカでの機関銃に関連する特許は80件以上に上っているが、実際に陸軍、海軍で試験されたものは7件だけであった。この時代最も、そして初めて成功したものはガトリング法で1862年にリチャード・ジョーダン・ガトリングが発明した。束ねた銃身と薬室を手動で回転させることにより、時段を装填し、連射を加にする仕組みであり、 他の機関銃と比べて最も信頼性が高かった。それでも加工精度の低い弾薬が原因ですぐに玉詰まりを起こし軍の評価は低かった。1865年に発表されたモデル1865は大幅に信頼性が向上しており軍は評価を改め、1866年にはアメリカ陸軍で正式採用された。 海外でもイギリスが採用したほか、日本、ロシア、フランスなど各国が購入するなど広まった。アメリカでは自衛団などにも配備され、鉱山会社などでは労働者のストライキや暴動対策にも使用された。ガドリング砲や、それに類似するものは南北戦争やインディアン戦争、不屈戦争に投入されたが、機動性が悪く、少数しか投入されなかったため、 有用性は認められたものの、課題も多く、戦果も限定的であった。日本国内で使用された最初の機関銃は、このガトリング砲で、1868年に、戊辰戦争の一局面である北越戦争で、長岡藩の過労を務めていた、河合津之助が初めて実戦投げした。アメリカでは1871年には、ガス圧を利用するフランスの落ちき機関銃が、 登場した。1884年、特許取得は1883年には、アメリカ人のハイラム・マキシムが、イギリスで、水冷反動式のマキシム機関銃を発明し、1891年には、イギリス軍に採用された。マキシム機関銃は、ビッカース社により大量生産され、多くの国で類似費が生産された。1905年には、コルト社が、 空冷ガス圧式のブローニング機関銃を生産した。これらにより気候が複雑で重量がかさむガトリング砲は急速に廃れていった。これには燃焼ガスが大量に発生し重心あたりの連射数の限界が低い黒色火薬、褐色火薬実砲から清掃なしでも連射数の比較的多い無塩火薬実砲への切り替えも大きく寄与している。日露戦争では 日本軍は、オチキスを、ホ・ホチキス式機関砲として採用。一方のロシア軍は、マキシム PM1950 機関銃を使用した。旅順後為戦で、ロシア軍の機関銃が、攻撃側の日本軍に対し、圧倒的な破壊力を示した。その一方、日本側も機兵に、機関銃を携帯させ、効果的な用法を展開した。この当時は、攻撃時における、 機関銃の運用法が確立していなかった。また、初期の機関銃は大きくて重く、三脚などの銃貨に乗せ三人以上で運用するもので、陣地や要塞などの防御兵器には向いていたが、攻撃には不向きであった。その後、攻撃時に不評と共に前進し一から二人で運用できる軽機関銃が開発された。機関銃の登場により、大量の人員が損耗するようになった。 第一次世界大戦においても、機関銃は大いに威力を発揮し、突撃する不評が鉄条網で足止めされたところを、守備側が機関銃によって撃ち倒し、攻撃側は多数の犠牲者を出した。そのため、双方とも残望にこもり陣地を構築して戦線が、膠着し、これが、戦車を誕生させる要因になった。また、航空機の武装としても取り入れられ、当初は、 地上用の改良型だったが、高い発射速度とともにより、軽量で加速度のかかった状態でも、確実に作動するものが求められ、同調装置が発明されるなど航空機専用のものが開発された。機関銃の登場によって、一人当たり発射できる弾薬の量が飛躍的に増え、第一次世界大戦から世界的に戦場が一変した。 それまでの戦争では自動火器が普及しておらず、主力火力である小銃は命中精度も低く、再装填に時間がかかった。したがって、お互いが密集形態により、銃剣突撃により決着をつけることが多かった。これが信頼性のある機関銃の大量投入により、残豪、鉄条網により構成された陣地を生身の人間が 重拳突破により突破することができなくなった。これにより、お互いが、お互いの残酷陣地を突破できなくなり、武器や戦術が、機関銃で構成された陣地を突破するためのものに変わった。セミ、フルオートの切り替えが可能で、一人の兵士によって、運搬、装填、射撃が可能な銃器として、第一次世界大戦直前に開発量産開始。 配備開始は改戦をされ問題作とされた、フメル1915系機関銃や、それでも25万丁ほど量産され、少なくとも11カ国の軍隊で採用された、第一次世界大戦勃発と、ほぼ前後して、開発量産開始され成功作とされた、ブローニング M1918 自動小銃量産使用され、広大の自動小銃と、軍隊支援下記に発展する。 第一次世界大戦中に短期艦銃が実戦投入され、残豪白兵戦などでの有用性を示した。弱装昇降系実砲を多数装填し、一般兵でも実用的精度の全自動射撃可能なカービン、当時急前自動小銃、後代のアサルトライフルに相当しその素になる、フェドロフ M1916 が開発量産実戦投入され、ガスト式が ドイツで開発され、第二次世界大戦後ソ連、後のロシアで量産開始される。第二次世界大戦でドイツ軍が使用した MG34 は通常は軽機関銃として三脚をつければ重機関銃として使用できる多目的機関銃として開発された GPMG 汎用機関銃の先駆けである。リボルバーカノンがドイツで開発され、 戦後、西、ドイツを含む西側で量産開始される。戦艦機にフルロード弾球、反自動小銃の技術的メドが立ち、第二次世界大戦中に米国などで実戦投入され有用性を示した。また小口径はしていないものの弱装、単小、カービン用等特徴を持つ銃を使用する反自動小銃群が開発量産実戦投入され有用性を示した。 軽機関銃の中でも、分隊ごとに装備されたより、軽量なタイプは、そう、分隊支援火器とも呼ばれ、戦後各国軍に普及した。通常、いて一人のみで運用される。小銃から発展した簡易機関銃といったものも多い。戦後実戦で高精度全自動射撃が困難な、フルロード弾を使用する、バトルライフルとの競争に、軽量昇降傾向初速低反動弾、中間弾を、 実用的精度で全自動射撃が可能なアサルトライフルが打ち勝って取って変わった結果、分隊支援火器もアサルトライフル弾と共通弾を使用するものに切り替わる傾向にある。抗議には短期艦銃もこの部類に含まれる。特に、ビラールペロサ M1915 は、拳銃弾を使用する軽量連装型機関銃として配備されている。ただし、各国軍で自動小銃、特に、 アサルトライフルが広く普及した、結果、短期間銃は、不評の主兵装にならなかった。航空機が、Z 化されると、単重心の機関銃、機関砲では、発射速度が足りず、高速の航空機を相手にすることが難しくなってきた。そのため、重心を複数ボンタバネ、より連射が効く、機関銃として、バルカン砲などのガトリング砲が、モーター球団式の形で復活した。 さらに、大型で発火しがたいケロシン系燃料を使用する、この航空機に対応するため、大容量の作薬を搭載する必要が生じた結果、他の方式と合わせながら代行経過していった。チェーンガンがアメリカで開発、量産開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。